好きです、ね、酔っ払ってる席とかでたまにですね、駅前とかでぶん殴られてる人を見たことも正直あります。あります。まあ、たまにあるんですよ。本当にね、拳っていうのは誰でも簡単に凶器に変わる。握ってしまって殴れば人を傷つける武器になってしまうんですよ。まあ、この動画で皆さんに伝えたいのは、暴力を振るったりとか何かをする人っていうのは時間を取られてないんですよ。時間が経てば経つほどお巡りさん呼ぶとか周りがこうなってくる、店員さんとかお巡りさんみんな来てあれをみたいな感じになってくれるんで、自分がその殴るための解放法を知ってることによって、これはもうめちゃくちゃもうメリットが半端ないじゃないですか。ということで今日はこの打撃の解放法を教えていきたいと思います。パンチは基本的に重力を利用して上から下に、これが一番速い。上げるって逆らうから大変なんですよ。これずれたらしても開いちゃうんですからね。ちっちゃくポンポンポンってさばいてあげるだけでパンチは簡単なんですよ。酔っ払いの力んでるパンチっていうのは正中線に向かってストーンっていくかって言ったらそんなことはないと思うんですよ。こういうフック系が多いんじゃないかなと思います。なのでフック系線で入れる、線で入れる、フックの場合この線、はい、来る瞬間に手を出してあげればこれもブロックできるんですよ。これだけほらブロックで、これ顔と近いとこのまま隙間から入ってきたりも見えるし結構危ないんですよ。だけど線があるんで大事がほら入ってこない、ね、手で操作、手で操作、前だったらこれで止めてあげる、横だったらこれで少し上げてあげてブロッキングをしてあげると。だけどそれでも止まってくれなくて危ねえなと思ったらくぐる、これくぐる、これはボクシングの方がやってますよね。くぐる場合は素人のしかやるのがこれ、これはあの喧嘩の時一番やっちゃうけど下を向くということです。たまたまかわせても下を見てから相手が次何か見えないんですよ。危ないから相手見ながら斜め斜め横に膝のクッションを使ってずれたり、これが大事なのでお辞儀でかわすではなくて相手見ながら前、これをやる、はい、これができると応用としてはバックが取れたりとか有利なポジションになることができるんです。まあ、これができれば基本的には酔っ払ってる素人のパンチは怖くないんです。あ、来たなと思ったらスッとかわしてさっきみたいに取っちゃえばいいし、パンチって距離があるから怖いの。これ遠心力があるからいいですよ、打ってくるから怖いですよね。なので、打ってきたら、ね、ブロックしてから近づいちゃう。このもう相手が3発、4発止めても無理だと思ったら、これに合わせて線で止めてあげて、そのまま持ちながら、ここで腰に乗っけて、そのまま投げ、腰投げ、みたいな感じのことにも変化できる。だから打撃の嵐がやまなくなったらクリンチ、ね、もしくは首持ち。投げちゃうっていうような感じの展開もできます。なので打撃は基本的には距離が近いと打てません。バスバンバンバン、あ、これ止まんねえよ、何やったら止まんない、ふっふっふっ、あ、大振りになってきた、大振りになってきた、あ、大振りになってきた、疲れてる、痛い。なんで接近しちゃえばあのパンチを打てなくなるんで、まあ、こんな感じで自分の距離感によって投げられても大丈夫なポジショニングを見つけて、どこだったら安全だった、何だったら大丈夫、ここをしっかりと止めた上で回避してもらうとパンチはそこまで怖くなくなるんじゃないかなと思います。酔っ払ってる素人の人だと興奮してる人のパンチだと力はあるんだけど、よく見てみたらこれだけで操作できます。はい、なのでぜひですね、ディフェンスを反撃しなくても身を守る受け方っていうのは全然あるから、これをぜひですね皆さんに学んでもらえたらと思います。という感じで、今日の動画は以上で終わります。よかったなって方はぜひチャンネル登録お願いします。